パチンコパチスロ麻雀競馬が大好きな歌手井上真紀です。ギャンブラーアーティスト井上真紀としてマルチに活動しております。歌手なので CD もリリースしています。概要欄に情報など載せていますのでぜひ見てみてくださいね。それでは今日の動画レッツプレイ。こんばんは。麻雀パチンコパチスロ競馬が大好きな歌手井上真紀です。今日はバイオハザードリーチャプター4からやります。でっかい山椒を倒したところから船の上で気絶した記憶があるのでそこからです。はい、行きまーす。えい。はじめは多分もう映画でしょうね、これは。あ、どうもこんばんは。選ばれし子羊よ、うちに宿る我らが生態よ、目覚めの時は近い。夜明けにはその身は我らの同胞となる。聖なる恩寵を分かち合わん。とこしえに。すごい嫌な夢だね。あんなでかい魚と戦ってさ、よくさ、この船壊れなかったよね。ん？お、びっくりした。この人いつもビビらせる。聞こえるか？コンドル1、3時間も連絡が途絶えてたけど、無事なのね。3時間も？問題ない。心配させてすまない。教会へは入れたの？まだだ。今鍵を探してる。了解。本当よかった。何もなくて。いや、何もなかったわけじゃないよね。でっかいのと戦ったよ。教会の鍵を探す。教会の鍵を探す。ファイルが追加されたって書いてあったね。ガンパウダー。なんか、どうしたらいいの？どうしたらいいの？おお、おお。怖いぞ。何？何？あ、そういう感じ？あ、船があるよ。よっしゃちゃんとね、アイテムを拾っていかないとね。枯渇しちゃうからさ。あっちの橋気になるな。あっちの橋行こう。なんか聞こえる？気のせい？なんか気のせい？なんか聞こえるけど。なんか聞こえる。
なんでこんなに少ないんだろうか。ショットガンを作っておこう。卵食べれんのかな？卵。なんか命少なくない？ビビたる。食べよう。卵を食べよう。よし。行くぞー。ん？あ、こことか。なんか誰かいるって。なんかボソボソ聞こえるんだって。おお。何？しかもちょっとショットガン持ってたし、たまたま。どういうことだ？何？ごめんなさい。この木がめっちゃ邪魔だった。何？頭から何か出したよ。無理なんですけど。ショットガンしかも一発で死なないって、どういうこと？弾いくらっても足りないじゃないの。まあ、なんてことするのよ。ああ、怖い。ああ、行きたくない。でい。なに？ああ、コウモリやめてよ。なんだ、ここは。すごいしゃがませるやん。祭壇だって。祭壇ですって。6名の皆様、どうもこんばんは。教会で見たマークだ。教会で見たマーク。なんか手に置くのかな。これが鍵か。鍵か。あ、鍵ゲット？鍵ゲットしたん？してないんかい。怖いよ。ドキドキ。湖か。湖なの？ほうほう。今ここにいるよと。壁画の印があった地点。こことここに行けと。ぷぎゃー、あしんちゃんこんばんは。の二つの地点を調査する。調査するわ。わかった。お？いやー。金色の卵だって。あら！鍵グッズ。なんかすごい重要、メラメラしてる。すごい重要な鍵っぽくない？三章王から進んでないよ。三章王からここからここで目が覚めたのよ。ここで目が覚めて湖をね、やれって。なんで投げたん？なんで投げた？あれ？あ、これか。で、鍵を、教会の鍵を手に入れろって言われてる。おお、あ、タル壊せるらしいよ。ここ何？いけんの？バツ。あ、そういうことね。今までのとこ全部いけるってこと？すごーい。あらあら。
あら、武器も買いたい放題じゃない。あ、そういうことね。ほう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 。新しい物があるんだって。ちょっと珍しいものが手に入ったぜ。マシンガン。価格以上の値打ちもんだ。約束するぜ。価格以上の値打ちもらしいですよ、皆さん。でも今何も買えないもんな。お宝ガラクタ何でもござれだ。その価値を決めるのは俺たちだけどね。他にそれどころじゃないんだ今は。ストーリーを進めるのだ。どこ行けって言ってたから。印のあるとこ行けって言ってたよね。行くぞ行くぞー。お値段以上のニトリですよ。おう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 、すごい早いな意外にこの動きが。ん？こうか。おう！おお！外は雨が降ってるらしいよ。何あれ？お金もらえるならもうこれ壊し続けよう。お、何乗れた。なんかある。大丈夫、誰か出てきたりしない。こういう船はゾンビがいるパターンじゃないの。え、豪華な宝箱発見。嘘だろう？なんかもらったぜ。なんかもらった。何もらったんだろう。レッドナイン。ハンドガン！こっちの方がいいんじゃないの？どう考えても。あ、これを持ってさっきのところに行って、性能を高める。どうそれ。性能を高めよう。ハンドガンチェンジだ、ハンドガンチェンジ。これか。どこ行けって。ここ行こう。あ、ここも行こう。なんか行かなきゃいけないとこいっぱいあるけど。なにこれ、ワンサカあるよ。ここもじゃん。どっから行く。とりあえずなんか行けって言われたとこ行こうか。ここかな。合ってるね。一つずつ行こう。ここから行こう。うん。来ては見たものの。行け。よいしょ、降りる、よし、降りて。何ですか、ここ。なんかある。え？何これ？違うらしい。謎解き始まったよ、みんな。謎解きが始まったよ。なんかあるんかな。なんか、ん？あのマーク気にならない。同じマークなかった。ん？これじゃない？さっきのマーク、これ。え？もう2個は？え、難しくない？ちょっと待って、嘘だろ。熱っ、熱い。あ、これか。波打ってるマーク？合ってる？波打ってるマーク。波打ってるマーク、あとこれかな？みんな覚えて。波打ってるマークと、このマークと、3みたいなやつ？え、待って、いっぱいあるじゃん。この辺にもあるじゃん。
かないか。開かないよ。え、どうしたらいいんだろう。すごいいっぱいあるけど、マーク。え、どれだろう。手当たり次第やってみようか。なんかマーク4つあったよね。波打ってるマークとこれとん？あれ？待って、あそこに行かない。これとあとなんだ、何があった？あと何があった？これ、これだっけ？こっち？こっちだったような、これだったような。え、こっち？これかな？違う。これとこれはあったよね。これとこれはあったんだよ。おお、ミラクルすぎない？ちょっとミラクルすぎる自分に怖いんだけど。ラッキーにも程がある。すげえ、かっこいい。私かっこいい。冒涜者の首。おお、おお、おお、血出てきた。怖い。あ、さっきこれ。でも二つ分かればもう一個はラッキーでいけるね。おらおらおら。二つ分かってしまえばいいわけだね。よし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 。天才現るだよ。ここにはもう用がないぜ。多分。ここ行ってみよう、ここ。トレジャー。すごいね、いちいちこのアクションあるんだね。ブーこれ森がさ、無限に出るってことはさ、またなんか戦うのかな。鶏がいっぱいいます。あ、金の鶏、ここで取るんじゃないの、もしかして。さっきなんか金の鶏取れって書いてあった。卵茶色。あ、金の卵。やだ。うまいんじゃないの、私これ。え、これ、これだけのために来てるん？何このラッキーステージみたいな。これさ、鶏も殺したらさ、あ、でもやめよう。無慈悲はやめよう、もう。これだけのために来たん？これだけのために来たんだ。そっか。じゃあ次ここだな。石の台座。こっちなんかすごい時間かかりそうじゃない？だって。石の台座に行こう。おお、あ、壊せるのがあるぞ。でーい。よよよよよよ。ん？私はどこにいるんですか？違うな。向かってる場所が違うな。ここか。船酔いさせてる私、もしかして。
迷いさせちゃってる？ああ、これか。6ピースのやつ。回転？ちょっと待ってくれよ。ああ、天才。ふむふむふむ。私はこれをもらうために頑張ってたん？終わり？ここ終わり？ここ終わり。ここ終わったから、ここ入ってみればよかったね。もう私は今でももうあそこに行きたいわ。あの人に会いたいよ。アイテム屋さんに会いたいよ、私は。船酔いしないで、みんな。アイテム屋さんに。アイテム屋さんに行こう。この人だけが頼りだぜ。売却しようぜ。売ろうぜ。お、金の卵、9000だよ。すごい。すごい褒められてるじゃん、よくやったって。見事な仕事の成果にはふさわしい返礼を。他には何かあるか？で、改造？なんかもらったよね、武器。ちょっと待ってよ、もう生き残りたいと思ってんなら武初器を期値改造がするんレッだな。ドナインの方が強いんですけど。やばい、またここで時間使ったら怒られちゃう。誰に怒られるか知らないけど、怒られちゃう。怒られちゃうから、ちょっと待って、落ち着こう。この SG09 をなんだって？俺たちがこいつらをどこから仕入れてるか？SG09 を売る？売る？お次は何だ？また来いよ。間違えた。新しいの入ってこのパニッシャーってやつが見たいよね。お宝だぞ。どういう性能なのかが見たいよね。熱い。ちょっと待って、熱い。熱いからクーラーつけるわ。ちょっとエアコンつけよう。ここで時間使うわけにはいかないんだ。とりあえずケースをアップさせる。よし。んでだ。ブレの激しいハンドガン。ブレ激しいの嫌だよね。とりあえず今のままでいっか。専用ストック装着可能。言ってることがわからないのよ。わかった、素敵な旅する。よし、進めるよ。じゃあ、次はどこだ？次は。よう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 。ストックは命中精度が上がるんじゃね？あ、そうなの？あれ、私今通り過ぎた。通り過ぎたな。端っこ行ってみよう、端っこ。あっちの端っこ。お、なんかお宝祭りじゃん、こんな。イエーイ。
あ、下がって。下がって。はい。よいしょ。なんかあそこも光ってる。なんだここ。なんだここ。誰もいない。登れるんかな。この人登らんね。ジャンプしないねこの人。あれ今登るあった？あった。あ、ついにこの宝箱が悪意が来たよ。これいろんなとこにあったよねこの宝箱。今まで見てくれた人はきっと分かってくれるはず。この感動に。え、こここれだけのために来たのかな。すごいお宝ゾーンじゃんこんな。お宝ゾーンだった。わーい、これだけっぽい。敵もいないし、なんて素敵なところなんでしょう。行くよー。ん？ねえ、ほぼ宝探しゲームになってるよね。ほら、いっぱい。わーい。タルアタックだよ、タルアタック中。見て、タルアタック中してるよ、私。ははあ、ここに出るんだ。そっか、こっち行ってみようか。こっち行ったらだってきっとまたクエスチョン終わっちゃうよね。こっち行ってみようか。行くぜ。ほら、鍵のかかった単数探しに行こう。探しに行こう。探しに行こうって日本語よ。え、どこで降りるんだ。ん、ここか。あ、樽見つけた。樽祭りだ、樽祭り。樽アタック。ん？みんな大丈夫？船酔いしてない？船酔いしてない？ここか。あれ違うな。あれ？ここ降りれんよ。どうやって降りるん？あ、あそこかい。よし。ん？あ、もうなんか持ってる人いる。え？なんかもう嫌な予感しかしないんですけど。ほら。あれ？ほら。飛んだ。え？どっちの方が来るかな？こっちかな？キリがない。キリないの？キリないぐらい来るってこと？マジかよ。いや本当ね、私のセリフだよ今の。ちょっと待って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 。何発使う？いや何発使った今。何発使った以前にさ、待って、たまっいくらでも足りないパトゥーン。いやいやいや、トラバサミがある、見えてるから。あ、私外してたの。あ、そういう感じ。
え、そうなのかな。でもさ、全部あれなの、帰ってこないの、3発しかないの今。どこ行ったん、私のボルトなんとか私のボルトなんとかどこ行ったん。あ、外してた、外してたみたい、恥ずかしい。あ、待って、トラバザミン気をつけて。ここか。ん？待って、なんか嫌な予感しかしないよこれ今。なんか作れるなら作っとこうか。サブマシンガン、サブマシンガン私持ってた。ちょっと待って、落ち着いて。一回落ち着こう。私落ち着こう。違う、サブマシンガンなんて持ってないよ。うん、ちょっと待って。パニック。ふぅ。落ち着こう。ボルトかける4プラス。4プラス？よし。よし。マシンガン買ってなかった私。求む巨大魚。ランカーバスを売却。写真添付。ここの場所に、これなんかみんな見たな、ここの、この家みたいの。の前に、この魚がいると。だから森が使えるのか。なるほどね。いろいろ回収してくるじゃない。おお、お、何？よく触れるな、レオン。レオンすげえな。何今の、すごい嫌な予感しかしない。あ、あ、びっくりした。ガンパウダーゲッツ。上行くのかな。ん？お、小さな鍵。なんかお宝祭りだな、ここ。敵はいないの？敵がいないのは敵がいないので怖いよね。あ、なんか落ちてる。あー、見たくない。けど見るしかない。あ、別にアクションがあるわけじゃない。終わり？終わり？こうなし。俺、私、ここのお宝どうしたんだろう？スルーした。私、お宝スルーしてる、さっきから。もう地図見ながらじゃないとわからないね。えいやー。ここ出て左か。こっちのお宝はどうしたらいいの？いつ取りに行けばいいの？ティンティティーン。ね、地図見なきゃダメね。ほんとだよ。え？何？ちょっと待って待って待って。カビ切る。いるよ、まだいる。
変わるじゃん絶対。待って、犬を撃ちたいんだって。いい加減にしてくれ。まだいるんか。いい加減にしてくれて。うわー、いやー、犬も変身した。なんか、え、ワンって言ってるな。待って、私今上手かったんじゃない？ワン聞こえたもん。あれ？いや、ビビるよ。あれ？犬いなくなった。はぁ、あ、犬まで変身したよ。さて、鍵のかかったタンスなんてあった？ちょっと待ってよ、それどころじゃなかったよ私。あ、ここか、これでか。あれ？あとでももう、これは？これどこ？この家の中か？こんにちは。ここか！よこせい！金塊ですって！絶対高いでしょう。やばい、ここどこにあったんだろうか。待って、地図で酔いそうだな。これはなんだ？これはどこだ？順調に盗んでるよ、今。あっちに行けなくない？でも。あ、家の中かな？家の中臭くない？やばい。ここ前来たよね。ほら、なんか家の中っぽいよね。お、家の中っぽいぞ。ほうほうほう。ん？娘が男の子を産んですぐに死んだ。あれからちょうど3年。この子はすぐ大きくなり、そのうち彼にもついてくるようになった。うん。何、目を離すとすぐいなくなるので、こちらは気が休まらない。3歳ぐらいってね、そうなるよね、うんうん。二人で森を歩くときは決まって話をせがまれる。気泡手行の物語が極に気に入ってるだ。ほうほう。こんな境遇なきゃ学者にもなれだろうに。ほうほう。頭のいい子ってことね。油断した。あの狼の頭は確かに撃ち抜いたはずだ。それでも狼は動いた。傷口の周りが赤黒く腫れている。ああ、孫よ、そんな顔はさ、はあ、もしや。狂い病だ。狂い病ですって。皆さん。すごい、レオンめちゃめちゃ盗むやん。あれは狂い病だってみんな。狂い病は頭からなんか触手出るか。
この子ね、3歳の子と栗病にかかったおじいちゃん、そういうことか。悲しき物語じゃないか。そんな悲しき物語ある？